T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。今回こそいよいよクリアします。ネタバレにご注意ください。さていろいろ作業をしていたのでレベルは53。DSS はサンダーバードの召喚を使おうかなと思ってます。装備はこんな感じ。現時点で一番良さそうな組み合わせです。ダークプレートが一番防御力が高いね。どうやら最高の鎧みたいですが、今回はニードルで我慢しようかなと。まあバランスはいいかな。それではそろそろ参りましょうか。いざ。頼もう。解除されてるし。素晴らしいダメージ。しかも無敵だからね。正直召喚さえしていれば勝てそうな気がします。ふむ、やはりコカトリスの方がやや弱いか。どっちが私の攻撃でしょう。似たような技を。さあここからが問題です。その突進が怖すぎる。あ、でも耐えられるダメージ。とはいえ何度も食らってたら無理だな。タイミング次第ではハイジャンプで避けれそうな気もするんだけど。ってコウモリ。目玉が浮いてる。もしやあれが本体か。あ。やば。避けたね。ちょっと早めか。やはり。当たってるね。どうやらこの間は無敵みたい。じゃあこうやって避けるしかないのね。召喚の無敵で避ける手もありますね。MP の無駄なのでやりませんけども。いいじゃない。ただここまでで食らいすぎてるな。意味ない召喚ごめんよサンダーバード。せっかくいけると思ったのに。面目ない。たださすがに今度こそ勝てると思います。もう避けるタイミングがわかりましたので。こうですね。キュピンとなった時にハイジャンプすればちょうどです。なるほどね。ほんとこれだけ。そしてあとは目玉にサンダーバード。正直ずるいか、とも思いますけど。まあ一度はクリアしたいので甘えますね。本当に簡単に避けられるんだね。なんてことない攻撃でした。確かに今度は勝てそう。
はい、ということでお疲れ様でした。これにてサークルオブザムーン、クリアとなります。おめでとう。いやー強かったですね。そしてマラソンも大変でした。ただ、皆さんお察しの通り、まだ闘技場が残っております。そうだ。そこをクリアしないとマップは 100% になりませんので、せめてマップだけはコンプリートしたい。つまり闘技場のクリアは必須ね。そうなります。どうやらクリアするよりも闘技場の方が難しいそうなので、後回しにしたというわけ。じゃあこれで挑戦できるね。はい、残念ながら。とまあそれは半分冗談ですけど、次回は闘技場に行こうと思っています。おお。そしておそらく次回がラストになるんじゃないかなと。そうなんだ。私自身、次の白夜をやりたくてうずうずしているので、とりあえずそこを終着点とさせてください。まああと二つもあるもんね。白夜と暁、楽しみなんです。わかるよ。ということで、あと少しとなりますがよかったらお付き合いください。そしてスタッフロール後もまだ少しありますので、そちらもよかったらご覧くださいね。ひとまずお疲れ様。何これ？これが今作の特徴の一つで、なんと一周クリアするごとにパスワードが出て、今度は違ったステータスで周回プレイが楽しめるのです。ファイアーボール。はい。今度はマジシャンスタイルということですね。マジシャン。ほんの少しお見せしましょう。イベントはカットして。あ、ここはスキップできないのか。はい、マジシャンモード突入です。何が違うのかというと、一番の大きな特徴はこれ。え？はい、カードを全部最初から持っています。っていけない。まだ手に入れてないのもあるのに超ネタバレじゃないか。ほんとだ。まあそっちは見ないようにして。またイントの値が突出して高く、その他は低めというステータスになってます。攻撃力は7割、防御力に至っては半分ですからね。そうなんだ。つまりマジシャンの名の通り、このモードでは DSS を中心に進めということでしょう。最初から全部使えるのは大きいね。はい、なので、このようにダメージは大きいのですが、最初から無効化する DSS も使えますからね。あ、これじゃなかった。間違えたら意味ない。効果はまだ登録されてないのでご注意を。これでしたね。まあ一周目とは戦略を変える必要がありますね。そしてお察しの通り、このようなモードがあと3つあります。一番最後のモードまでやった記憶はあるのですが、その他は全部忘れているという。残念ね。ということで以上で終わりますね。ご視聴ありがとうございました。ノッタン。また見てくれたら嬉しいな、ノッタン。